洗練されたカット技術とおもてなしの心あふれるサービス。今、日本のヘアサロンが世界から注目されています。そこで生まれたのが、優れた美容師やヘアサロンを厳選したガイドブック、髪カリスマ。時代の先端を行く髪カリスマたちのスタイルを紐解きます。壱岐表参道はナチュラルなバレイヤージュに定評があり、大人の女性から圧倒的な人気を誇るヘアサロン。2年連続髪カリスマサロンカラー部門を受賞しました。カラーの前にこうやって栄養をしっかり補給してあげると、こういうハイトーンでも綺麗なカラーを作れて、髪質もすごい綺麗を保てるんで、今回カラー部門のサロンで選んでいただいたということなんですけど、カラーとケアって切っても切り離せない関係なので、ケアもしっかりやってる。特に得意とするのは低ダメージで上品なハイトーンカラー。お店の名前にあるように、まあ、粋な女性、粋って文章をしっかり調べると、まあ、品があって色気のある様っていう意味合いなんですよ。なので、まあ、お客様、女性のお客様がやっぱ8割9割なんですけど、ただただ髪をきれいにする、ただただ色をきれいに出すだけじゃなくて、その品格をしっかり出すとか、ちょっと色っぽく大人っぽく上品にっていうのはしっかりコンセプトとしてあって、仕上がりはもう当然大事に決まってるんですけど、そのカラーをさせてもらってる間、過ごしてもらう時間もすごい大事だと思ってて、ハケのタッチだったりとか、コーミングが痛くないかとか、髪引っかかんないようにするとか、そういう細かい部分、別にこう見て分かんない部分みたいなのも結構こだわってさせてもらってて、息は似合わせがすごくって、毎回例えばこういうスタイルにしたいっていう風に持ってきた時に、その再現性はもちろんなんですけど、私に似合う形でさらに提案をしてくださるんですよ。だからその終わった後の満足感がすごくすごくて、今日もすごく素敵にしてあげていただいてありがとうございます。そんな壱岐の一番の強みは個性豊かなスタッフ。一人一人が得意なジャンルを持ち、そのスペシャリストとしてさまざまなスタイルを提供しています。同じお客様でも、僕だったら海外セレブのようなスタイルにするけど、店長の密輸、彼だったら韓国の女優さんみたいな感じにしたりとか、やっぱり空間とかも好きで溢れてるのってやっぱり幸せだとは思うんで、好きじゃないことはやらないとまでは言わないですけど、ある一定のレベルに持ってって、好きなことで自分で突き詰めるために、じゃあ何をしないといけないのっていうのはこっちで教育をさせていただいてます。髪カリスマに選ばれてる人って、やっぱこの人ってこういう人っていうイメージがあるんですよ、まあ、いわゆるキャラクターみたいな。白い画用紙何百万って言ってでも誰も買わないじゃないですか。しっかり色づけて、しっかり絵を描いて、業界外にも認められるような絵を自分が描ききれば、カリスマって言われる人になるんじゃないかなと思います。日本から美しさと感動を世界へ、髪カリスマたちは走り続けます。